皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。岸田文雄首相が退陣する意向を表明し、夏休み返上で対応に追われた霞が関の官僚たちがぼやいている。例年、お盆は中央省庁も静まり返るが、急遽家族との休暇を切り上げて登庁した職員も、公務員の長時間労働が問題となる中、 お盆すら休めないのかと恨み節が漏れている。岸田首相が臨時記者会見を開いて9月の自民党総裁選に立候補しないと表明した14日。職場の半数程度が夏休み中のある省庁では、同僚らと会見のテレビ中継を見ていた若手職員が、霞が関なんて正月かお盆しか休めない人たちがいっぱいいると肩を落とした。 休み返上で出勤した上司が苛立っていたと言い、これから内閣改造、総選挙、予算編成、国会対応と全然休めない。お盆明けの表明じゃいけなかったのかな、とため息をついた。別の経済官庁幹部は、みんなお盆休みで実家に帰省しているのに、電話もかかってきて、一気に仕事モードへ引き戻されたとこぼした。 夏休みを切り上げざるを得なかった総務省幹部は、今年は部下の職員にもしっかり休むよう言ったばかり。帰省していた、娘と久しぶりにやっていたのに、仕事だと言ったら家族は呆れていたと明かした。国家公務員制度担当省を兼任し、国家公務員の働き方改革を進める河野太郎デジタル省は、15日の閣議後の会見で、 お盆真っ只中の首相の退陣表明について、デジタル庁は特に何の変わりもなく、お盆休みを継続していただいている、と交わした。他省庁の対応については、それぞれの、閣僚にお尋ねください、とっけなかった。藤淵志保、古屋敷直子。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。